テーマに4年に一度開いております。今回が7回目の国際木彫刻キャンプイヤーとなりました。国外からはアジア、ヨーロッパ、南米11カ国からご参加をいただき、国内の合わせて17の作品が揃う予定であります。本当に多くの皆様方に協賛をいただきました。協賛の企業の皆様方、そして会場となります瑞泉寺の関係の皆様方、本当にたくさんのたくさんの稲見のこの木彫キャンプを成功させようという熱い市民の皆様方、この日を迎えられたこと、本当に多くの皆様方に感謝を申し上げる次第でございます。高い席からでございますが、本当にありがとうございます。11名、国内4名、地元2団体の木彫刻作家の皆様です。改めまして大きな拍手をお送りします。制
盛大に開催されておりますこと、心からお祝いを申し上げたいと思います。まずこの南牧長国キャンプですけれども、世界の、海外の11カ国、また国内各地からですね、本当に皆さんに来ていただいたこと、感謝申し上げたいと思います。南砺市南国際牧長国キャンプ2015、おめでとうございます。4年に1回とはいえ、本当に準備段階からいろんな工夫をされて、板倉 会長さん、また田中市長さん、本当に、またいろんなボランティアの方々、ご苦労様でございます。これからのお時間はお集まりくださいました皆様との交流の時間といたしまして、しばらく歓談となります。ご招待いただいてどうもありがとうございます。Me siento muy feliz de haber conocido la gente de la organización y el lugar, la ciudad es muy bonita.息を合わせてよろしくお願いいたします。さあ行きますよ。えいえいえい。ミスターマルコ・ペトロビッチ・ニゴシュ、from モンテネグロ。ミスターモハメド・エル・アディ、from モロッコ。
奥さんも旦那さん旦那さん、皆さん本日は全国地域ブランドサミット in 南都シンポジウムにお越しいただきまして誠にありがとうございます。伝統と文化、まさにこれが商品ではないかと思います。今日のテーマ、地域活性化というものの本当の意味の必要性はまさにここと関わりがあると私は考えます。今日のお題、地域ブランドの確立とは何か。それは我々がその土地で暮らしてきた生活そのもの、もし東京の文化が全て正しければ日本中が同じお醤油を使わなければいけないことになります。でも実は東京で圧倒的なシェアのナンバーワンであるキッコーマンは九州では決してナンバーワンではありません。九州で最も売れているお醤油は大分県の奮闘金です。私が宮崎にいるときに、特に南の広島カープがキャンプをする日南市というところでキッコーマン醤油がどれだけ売れているかをテレビ番組で調べたことがあります。日南市という人口3万人ぐらいの市があるんですが、売ってたキッコーマンのお店はたった1箇所、当時の王子製紙日南工場の生協だけでした。命を吹き込む世紀のコラボレーションとなります。それではお呼びいたしましょう。片岡鶴太郎さんです。牛というものは特別な思いがあります。皆様方の中にも牛というものに特別な思いがあるかと思いますけれども、牛を飼いてみたい、牛をこの南の土田先生に掘っていただきたい、そしてその牛を、私の牛をこちらで飼わせていただきたい、そういう思いで牛というものを飼わせていただきました。ここまで。南都市の宝が一つ来ましたので、ねえ、38,200人ですね。38,200人増えました。後半増えたんですよ、ね、もう南都の宝は38,200人がもう今日承認したという感じになっておりますので、ありがとうございました。はい、本当に見守っていただきました。貴重な機会をいただきました。どうもありがとうございました。